でっかいサーモンのお刺身買ってきたので、これでちょっと出番サーモン寿司作りたいと思います。まあ、日本語で巨大サーモン寿司です。動画で撮ったんですよ。あのテグで、名前が確かじゃない、ナッカバンだったかな、お店の名前が。はい、そこのね、巨大なサーモン寿司、はい、これ動画で出してる気がします。出してたらここに出てるはずです。出てなかったら謎のこういうのやってますけど、これで今日はちょっと家で作りたいと思います。はい、玄米と普通の白米で混ぜたご飯で、ちょっと色おかしいけど、ちなみにこのでっかいサーモンのお刺身はスーパーで12,000ウォン、約1,000円ぐらいでゲットしました。どんぐらいかな、サイズ感がよくわからん。絶対ちっちゃいよな、サーモンこんぐらいサーモンに合わせなきゃ。もっとだな。めっちゃいるんじゃない、これ。ご飯ね、5合炊いたんですよね。あ、これくらいでちょうどいいか。なんだ、なんかナウシカのオウムみたいになってる できた。まずシャリがこれぐらいかな、多分ね。シャリだけで、そうだな、3合分ぐらい使ったかな。よし、これでこのオウムみたいな形になったところに乗せます。ちょうどじゃん。絶対これちょうどだ。でもちょっと悲しいのが、このお刺身買った時気づかなかったけど、ここちょっと割れてるんですよね、ほらまあ食べる時楽か。はい、出番寿司、かわいい。はい、出番寿司の完成です。すごい、あっという間にできた。はい、こんな感じです。うわー、お刺身めちゃくちゃでっかい。はいこれでいただきます。はい、タンムジをね、ちょっと一緒に盛り付けておきます。はい、でお醤油で、こっちにね、水につけておいた玉ねぎのスライスも用意しました。で、飲み物は今日はシンプルにお水です。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。ちょっとまず一口ガブッといきたいんだけど、うわ、持ち上がるかな。重っ、すごい重量だ。ちょっとつけたつけたね。はい、いただきます。おいしいめちゃおいしいわ、めちゃくちゃおいしい。すしめすごい美味しく作った。でもこれこのままずっといくの厳しいな、めちゃくちゃ手が重いすいません、切り分けていきます食べやすくなった。あ、多分食べやすそう。これでもでっかいな。うわ、ちょっとミニ寿司みたいなのができた。ミニ寿司っても相当でかい。なんか韓国で出番寿司、でっかいお寿司流行ってるけど、みんなやってるけど、今これちょっとこんなにはでかくない。うん、これやばい。これめちゃくちゃ美味しい。どうしよう、作ってちょっとこれはすごい簡単だけど、めちゃくちゃ美味しい。ちょっと握りながら食べなきゃ。タンムジ。うわ、酢飯は最高だ、これ。ちょっとお酢少なめにしたけど、多分ちょうどよかったかもしれない、これでも。ていうか、サーモンがめちゃくちゃ美味しい。めっちゃ脂乗ったね、もうキングサーモン。キングサーモンか分かんないけど、巨大サーモン。おいしい。これつけなきゃ、玉ねぎスライス。
めっちゃでっかくて、これどうしたらいい？玉ねぎスライスをまずどうのせる？これね、マヨネーズとあえたらいいって。どうなのかな、これのせてマヨネーズか。うわ、難易度高さ。しかもこれちょっと韓国あるあるなんですけど、マヨネーズの口がね、細いのあんま売ってないんですよね。このでっかいブチュっていっちゃうやつ、なんでだろう。これどこ探してもあんまり細いの見かけない。あんまりっていうか、今まで私は見かけたことがないんだけど。よいしょ。うわすごい、ほらこんなの。めっちゃ断面図が綺麗です。せっかく玉ねぎ乗せたのに、玉ねぎがこれちょっともうちょっとちっちゃく嫌な。玉ねぎと食べるの難しいな。うん、マヨネーズ入ってきた。マヨネーズじゃない、玉ねぎ。玉ねぎ美味しい。これ玉ねぎをマヨネーズ合いにしたらよかったのか。もう遅いけど。美味しい。玉ねぎの相性抜群だな。うん。あ、でもいいわ。サーモンに醤油がついた。美味しい、うん、サーモンと酢飯やばいわ。だって韓国サーモン寿司ブーム定期的に来ますよね。なんだっけ、1年前ぐらいかな、なんか1回来ませんでした、サーモンブーム、サーモン寿司ブームで。なんかもっぱな方が結構サーモン寿司やってて、あ、なんか美味しそうだな、私も食べようかなと思いつつ過ぎ去ったからもういいかなと思ってたら、また来ましたね。最近デワン寿司っていうので、サーモンのね、でっかいの食べる方多いですけど、これはないですよね、さすがに。ちょっとでかいの作りすぎたかな。ちょっと大きめのネタが乗ってる感じのやつやってますね、今もっぱの方は。でも私はね、以前テグに行った時に、あの、このこれぐらいのサイズのでっかいの食べた記憶があったから、どうしてももう一回家で作りたくなって。テグまで行くわけにもいかないし、ソウルにこういうでっかいのないのかな。ありそうっちゃありそうだけど、もうどう考えたって家で作って食べた方がコスパがいい。あとそんな手間かかんないし。あとね、テグで食べた時はこれ見た目だけこうボンと見せられて、あとはね、店の人が一口の普通に寿司のサイズにしてもらったから、最初のなんかパフォーマンスだけみたいな感じだったんですね。カヨネしたよ。いい？クマッチ見て、ん、今撮影中、サーモン寿司。これもう半分ぐらい食べた、こんぐらいだったもん。これ寿司と言える？大きすぎるけど。まだサーモンいっぱいあるから、後でさ、普通のサイズで寿司作ってあげようか。いいよ、うん。楽しいね。クマッチ、後でクマッチは普通にサーモン丼。サーモン丼もしくは寿司かな。あれ、クマッチもでっかいのが良かったかな。でもクマッチあんまりこういうね、特殊なもの好きじゃないんですよね。てか私なんで下にラップ置いちゃったんだろう。置かなくてよかったのに。ネギと一緒に。うまい。一旦これラップのけよう。おりゃ、あー食べやすい、あー食べやすくなった。すっごっ、これ断面こんなになってます。結構綺麗ですよね。ただこれをね、玉ねぎを乗せて食べるのすごい難しい。ちょっと合間で挟む感じで食べようかな。あと5口に3回ぐらいはね、醤油酢飯ご飯。サーモンが入ってこない。
ほら、普通のご飯になっちゃった。もうちょっとご飯少なめの方が良かったかな、シャリ。まあいいか。もうただの醤油酢飯ご飯やっぱりシャリはね、ちょっとちっちゃめに作った方がいいです。思ったよりもシャリが量が多い。これどういこう、後半分いこうか。うわ、重っ。こうお刺身に醤油をつけてこう挟むパターン。もう玉ねぎのスライス作ったのに全然食べれない。これでのせて食べるのすごい難しい。でもね、ご飯酢飯意外といける。飽きないな。なんかすごいお腹いっぱいになってきた。もうしばらくご飯がいいかもって思うぐらいお腹いっぱいになってきた。お腹いっぱいだ。でもあとちょっと大きいおにぎり1個分ぐらいになってきた。なんか多かった。ちょっとタンムジがちょこっと残ってる。味どう？美味しかったけどもう苦しい、食べれない。もうめっちゃ大きかったか。なんかすごいお腹いっぱいになった。サーモン時代も大きかったよ。はい、食べ終わりました。すごい美味しかったです。最初ね、3分の2ぐらいまでめっちゃ美味しいわーとか思いながら食べたんですけど、ちょっと最後の3分の1結構ね、お腹いっぱいになってきてから、美味しいも美味しかったんですけど、なんか今日ちょっと、この西日のせいがちょっと画面が青白くなってますけど、はい。なんかせっかく作ったこのスライスの玉ねぎ、これがなんかこれ残っちゃったのもったいない。またなんか残ったね、サーモンとか作るときにね、使って食べようかなと思います。で、今日の韓国語ですね。まあ、やっぱり旅行で使うもので、個人的に私がよく使うものでいこうか。ご飯食べに行った時に、横の人が食べてるのすごく欲しくなるんですよね。なんかすごく美味しそうだなと思って。あ、カッテンゴって言ったよ。カッテンゴ。カッテンゴ。カッタ。同じ。なんで、同じもの。ごはものなので、カッテンゴ。で、チュセヨは何回も今まで出てきたと思うんですけど、ください。カッテンゴチュセヨ。ちょっともう指差しながら、こんな感じで言うと、多分伝わるかなと思います。あと、まあなんか、写真見せながら、イゴチュセヨ。これですね、イゴは。イゴチュセヨ。まあなんかよくネットで調べてね、
このお店行きたいと思って行ったお店で同じメニュー食べたい場合はこうそのままね写真とかネットのやつを見せてねこれくださいって言えばそのまま出してもらえると思って、イゴチュセヨとかカットゥンゴチュセヨ、カットゥンゴチュセヨ、あとねまあなんかチュセヨでくださいで何でも使えるんですけど、韓国ってバンチャンおかず、あのおかわり自由の無料のメニューが絶対ちょこちょこ小鉢で来るんですけど、それとかもねもっとくださいだったらトチュセヨ、もっとくださいトチュセヨとかでもいいですけど、まあイゴチュセヨでいいと思います、これくださいで。そしたら普通にあのおかわり、あ追加でもっと欲しいんだなみたいな感じでイゴチュセヨでもっとあの追加して出してくれると思うので、マニーチュセヨとかでもイゴマニーチュセヨとかやってこれたくさんください、これたくさんくださいとか、それで使うのもいいかなと思うのでね、ぜひたくさん食べたい方こういった単語をね使ってみてください。じゃあ今日もとっても美味しかったです、ごちそうさまでした。